皆さんこんにちは。インスパイアの久田です。今日もユーストリームを使いましてネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もいらっしゃいします。はい、今日はですね、 Facebook のことについて話したいと思うんですが、まあその前にですね、今ブランディングということに関して本を書いていましてですね、間もなくブランディングに関してどのようなことをしたらいいかっていうね、本が出来上がる予定なんですけど、まあその中にも書かれている内容に、まあソーシャルメディアとか、まあ Facebook を使うことによってブランディングができないかということで書いている中のですね、新しいノウハウということで今日お話ししたいことがあるんですけど、今ですね、1年ぐらい前かな、2年ぐらい前かなに、Facebook の方で注目の写真というですね、コーナーができました。で、それに加えて最近ですね、注目のアルバムっていうのもできました。この二つを今日は合わせてセットで、ね、紹介していきたいと思います。では早速ですが、こちらからご覧ください。はい、まずですね、一つ目の方からいきたいと思いますが、Facebook の新機能、注目のアルバムっていうものです。これは Facebook のスマートフォンアプリで、自分のですね、タイムライン、自分のマイページの方にアクセスしていただいたら、まあ、いろんなね、書かれている項目が出てくると思うんですけど、そこの下のところにですね、注目のアルバムというこういうコーナーが用意されました。注目のアルバムで自己紹介しよう。自分がどんな人物で、どんなことが、に興味、関心があるかを伝えることができます。注目の公開アルバムを作成っていうようなものが出てるんですね。でこれで、追加してみました。そうすると、このように、注目のアルバムっていうのが入ることができるんですが、今日はそう、実際にですね、僕の画面をお見せしながらお話ししたいと思います。はい、では、一番右側に僕の iPhone の画面を今映しているんですけど、ここに、一番右ですね。これを元にですね、紹介していきたいと思うんですが、まず Facebook を起動します。そうしますと、Facebook のですね、自分の一番上のところの、マイページのところに進みますとですね、ここのところの下のところにですね、ここです。注目のアルバムっていうのが入っています。ここですね。これのことを、これを入れましょうっていうことなんですが、これですね、ちょっと不思議な現象っていうか面白いことがあって、スマートフォンから、ここのね、画面に書かれているのを作るとできるんですけど、PC のブラウザー上からも注目のアルバムっていうコーナーがあるんですけど、そこを押してもですね、うまく作成ができないので、スマートフォンの方からアルバムを作成してほしいなというふうに思います。で、アルバムを作成すると当然アルバムなので、写真とかを入れていかなきゃいけないんですけど、その写真に関しては、とりあえず1枚か2枚適当に、そのスマートフォン側で、このアルバムを作成にやってですね、注目のアルバムを作成にやって、アルバム名と内容っていうのを書いてですね、で、プロフィールの注目のアルバムに追加すると、これここをオンにしないと、出てきませんので、出てきてですね、これで保存しまして、写真を添付すればいいんですけど、一回ですね、写真を、まあ、1枚でも2枚でも入れて、アルバムを作成すると、その後は PC からでも、写真を追加したりとか、編集したりすることもできますので、まずはね、最初スマホから作ってください。どうも僕は PC からやるとうまくいかなかったので、スマートフォンでとりあえずアルバムを作りましょうということですね。で、ここにですね、1個入れることができるんですが、まあ、これ1つだけではなくて、まあ2つとか3つとかも入れることができるんですが、まあ一応ね、注目って言っていて、まあ2つも3つも入れると、まあちょっとね、ボケてしまうので、まあできれば1個かなという気がしています。まあ入れたとしても、まあ自分のプライベートとして見せたい部分で1個なのか、まあ自分のビジネスとしてのブランディングをしていきたいってあれば、自分のビジネスとして載せたいものを1個にこういうふうに選んでいただければと思います。で、これをですね、選ぶとどういうふうになるかっていうと、これをですね、まあ例えば僕の名前に関して興味ある人がアクセスをすると、例えば僕の場合は、横田修林とはというページを作ってるんですが、そうすると、ここにですね、僕のホームページの中の、まあ、キラーコンテンツと言われている、ネットビジネスにかける人は成功しないっていう、ちょっと長い文章があるんですね。これを読ませるようになっています。でですね、ちょっと不思議なのは、ここにプロフィールとかが長々と書いてあるんですけど、ここの中に URL を入れても、なぜかリンクにならないですね。なので、こんな風にしてみました。続きはコメント欄のリンクから見てね、みたいな感じで、ちょっとやってみました。
本当はね、ここに URL 貼れればいいんだけど、貼れなかったので、こんな感じにして、このコメントってとこをしますと、この一番最初のとこに、詳しくはこちらみたいな形で、自分のですね、ホームページですね、ホームページの方に飛ぶようにしてみました。ここにね、続きを見たい方はここ見てねっていう風にしてましたので、こんな風にね、されたらいいんじゃないかなっていう風に思います。で、この注目のアルバムには写真をですね、複数入れることができます。ちょっと例えばの例でちょっと紹介してますと、はい、このですね、一番上にあった写真ですね、まあ、その注目のアルバムの、まあ、カバー写真っていうか、表紙みたいな意味なんですけど、まあ、これをまずね、一個こう決めますと。そうしましたら、その下のとこに、見ますと、こんな感じでね、写真を複数入れられます。で、一個一個ストークに写真をね、見たりすることもできるので、まあ、一つ写真、代表的な写真を入れて、まあ、僕の場合は、まあ、メディア履歴みたいな形で、まあ、テレビで紹介されましたとか、雑誌に載りましたとか、新聞載りましたとか、長岡造形大学っていうところで授業を教えていますとか、LINE の、セミナー、LINE さん主催のセミナーで、登壇しましたみたいなことを入れているんですが、まあこれ FM 新潟ちょっと入れてもいいかもしれないですね。後でちょっと入れておきましょうかね。まあこんな感じで、追加してみるといいんじゃないかなっていうふうに思います。そうするとですね、まあ僕の Facebook にアクセスしていただいて、そのプロフィールを読むときに、ここを見てですね、ああ、こういう人なんだっていうことが伝わる。まあこれが注目のアルバムだと思います。まあプライベートの方だったら、例えばですね、自分の趣味だったりとか、まあ趣味が釣りだったら、釣りでこう魚を撮ってる写真だったり、例えばですね、なんか手芸が得意だったら手芸やってる写真みたいなのを入れて、こんなものが得意ですと、こんなものに興味ある人は友達になりませんかみたいな感じでやってもいいかもしれないですね。これが一つ目の注目のアルバムというものなので、ぜひ設定してみてください。まあ、個人的には、一つがいいかなというふうに、まあ、多くても二つかなと思っています。そしてもう一個はですね、注目の写真っていうのがあるんですけど、これですね、今までは、これ実はここにわざと少し残してあるんですけど、注目の写真っていうのが、このね、上にコーナーがあって、ここには、5枚ですね、写真を入れることができたんですね。なので、昔は僕はここのとこに、今紹介した注目のアルバムの中の内容のものを5つ入れていたんですけど、どうしてもですね、スマートフォンで見た場合、小さいね、写真になってしまいます。もちろんクリックしたら拡大はするんですけど、小さい写真になってしまうので、ここを変えました。で、どういうふうにしたかって言ったら、注目の写真っていうとこに、写真を1枚しか入れなかったら、このように大きい写真になるんですね。この大きい写真が、しかも正方形で表されます。なので、この注目の写真を使った、まあ、プロフィールを作るみたいなのもありなのかなって気がしています。ちょっとですね、その辺のことを、紹介してみたいと思うんですが、はい、ちょっともう一回出しますね。はい、僕のプロフィールのページのとこの、ここですね。ここのとこに今入ってるものがこれなんですけど、例えば、ここのとこにですね、その、一つの写真の中に、まあ画像ですね。画像の中に写真とか文字とか入れて、こんな人間ですっていうふうにやってもいいんですが、今回ちょっと工夫しまして、この LINE アットにですね、今やっぱ友達追加してもらいたいので、ここに LINE アットやってますみたいな形で、LINE 友達追加みたいなね、このような、LINE やってますみたいなことをちょっとアピールしつつ、そして PC からアクセスする人もいるので、PC からの場合は、QR コードから読み取れますよって PC の画面に、自分のスマートフォンの画面を、スマートフォンからこうね、スキャンしてですね、見せることもできますよみたいなものを入れつつ、スマートフォンでアクセスしている人がもう半分以上になっているので、スマートフォンの方には、このスマートフォンの画面からそのまま LINE の友達追加できた方がいいなと思いますので、今回やってみたのがこの技です。この下のところにですね、スマホの方は友達追加こちらからですっていうことで、この三角の矢印が両側にあってですね、ここに下向きの矢印があってここですっていうことで、ウェブサイトのね、リンクが入ってると思うんですけど、ここを押してみますね。ちょっと一回しかできないので、ちょっと押してますよ。これポチッと押しますと、ここで、Facebook を閉じますかっていうことで、アプリを開くにしてもらうと、LINE が開いてですね、で、これで LINE で友達追加できます。そうすると、僕宛にこのね、友達追加のメッセージが届くみたいな、ことができますので、はじめまして、みたいな感じで。
で、とりあえずこのね、LINE の友達追加してもらうってことがやっぱ結構大きいので、このように誘導するのがいいんじゃないかなと思うんですが、ポイントなのは、ここの一番下に書いているウェブサイトって書かれている文なんですね。これは、パソコンの方から編集することができるんですが、ちょっとうまく出せるかな。このパソコンでね、編集するこのウェブサイトの画面っていうのがあるんですけど、これを見るとですね、写真じゃなくてこのリンクをですね、複数入れることができるんですね。で、この複数入れるときに、どのぐらいね、入れられるかっていうことをちょっとね、実際の例でお見せしたいと思うんですが、うまく、皆さんのところに間に合っていられるかな。で、ここがですね、非常にたくさんあって、ウェブサイト、基本データか。ここのとこなんですけど、ちょっと出しますね。はい、これで見えるかな。よいしょ。はい、これですね、見てもらったらわかりますように、ここにウェブサイトって書かれている部分に、今ですね、この LINE の友達追加のリンクだけを載せてるんですが、本来であれば、今までここにですね、ホームページのアドレスとか、ブログのアドレスとか、YouTube とか、いろんなものを貼ってたんですね。で、これね、1個以上入れてると、さっきの画面で見たときに、ここにですね、2個以上並んじゃうとですね、友達追加ボタンがどれなのかっていうリンクがわかりにくいので、もうこれ1個に絞った。まあ、ここがミソですね。で、それ以外の部分に関しては、例えばこのソーシャルリンクっていうものがありまして、例えばこのようなスカイプとかツイッターとか YouTube みたいなものをこういうふうにですね、出す場所がありますので、これを使って誘導してもいいんですが、実はこのソーシャルリンクをね、またこれ表示してしまうと、ここがまたごちゃごちゃになっちゃうので、まあこれ苦肉の策でソーシャルリンクは全部、今登録してありましたけど、自分のみになっていて、表示しない設定にしています。まあ、というのは、まあ、ここまでして、Facebook で見た人に、Twitter とか、Instagram とか YouTube に撮って、なんかフォローしてもらうとか、友達追加してもらって、やっぱりね、ハードルすごい高いんで、まあ、何か一点突破した方が確実かなということで、今回は LINE にしてみました。で、とりあえずね、LINE アットの方に誘導するっていうことをやってみた例として、紹介したんですけど、でですね、これが結構重要な理由っていうのは、例えば、商売によってですね、その LINE アットのアカウントを使うときにですね、一般アカウントと認証済みアカウントっていうのがあるんですが、認証済みが取れないっていう商売があるんですね。例えば僕の場合はコンサルタントなんですけど、認証済みを持っているというかなり貴重な人なんですが、普通はですね、これ取ることができなくて、一般アカウントしかできないんですね。もしくはブロガーですとか、個人でブランディングしてる人たちっていうのは、実店舗がないので、そのアカウントで認証済みを取ることができない。そうすると、LINE アットで自分を探してもらうときに、キーワード検索をして探してくださいっていうことが、LINE アットの使用上できないようになってるんですね。LINE アットの検索で見つけられるのは、認証済みの人しか出てこないようになっていて、一般アカウントは ID 検索しかできない。で、ID 検索って、自分のことをね、あらかじめどっかで知ってる人しか、例えば名刺交換した名刺に書いてる ID とか、例えば口頭で聞いたとか、紙に書いてあるとか、じゃないと、検索できないわけですね。だからそうじゃない人に知ってもらうっていうことがすごくハードルが高いし、自分のね、名前で検索してねって言えないことっていうのは、まあパーソナルブランディングしていく上ではかなり不利なわけですよ。だから、どういう手があるかっていうと、とりあえず、Facebook にアクセスしてくださいと。Facebook に自分の自己紹介のところが書いてるから、そこで名前で検索してもらったら、僕の、Facebook が出てくるんで、そこのとこに、LINE アットで友達追加してねっていう、ものを用意してるから、そこで友達追加してねっていうのが、まあ、楽ちんなんじゃないかなというふうに思うんですよね。このような、動線ですね、を作りましょうということです。そしてですね、もう一個、ついでにちょっとね、さらっとお話ししておきますけど、結構大事なのが、こちらなんですけど、ここの上のとこに、いっぱいですね、この肩書きみたいなのを入れる場所っていうのができたんですね。例えば、何々コンサルタントとか、こんな会社もやってます、こんな会社もやってますとか、こんな事業もやってますみたいな形で、たくさんこういられますので、ここをですね、なるべくたくさん入れて、こんな人間ですっていうことを、ちゃんと Facebook ページのリンクを貼って、載せることができますので、この辺もカスタマイズしていただければ、効果的なんじゃないかなっていうふうに思います。
はい、今日はですね、Facebook の注目のアルバム、注目の写真を使ったブランディング方法についてお話しました。インスパイアの方でした。ありがとうございました。バイバイ。